こんにちは、ノクです。アラヒフなんちゃって長者合宿を今日も始めていこうかと思います。アラヒフなんちゃって長者合宿とは何ぞやと思う方もいらっしゃると思うんですけども、えー、こちらはですね、アラヒフの人が発信できる、アラヒフ好きの人が発信できる、アラヒフのためのチャンネルという感じで、えー お互いのアカウントで著作権フリーでこの動画を発信した人は発信できるような感じで、まあ、いつ入ってもいつ辞めても OK な感じで、えー、第1話、第2話、今第4話まであるのかなえー、誰も発信がなければ私が続けて作っていくみたいな感じでいこうかと思っております。えー、なのでですね、ぜひ参加していただければと思います。えー、ということで、今回は第5回ですかね。 今回はですね、ザ・ベストテンの功績というテーマで話をしていこうかと思います。ザ・ベストテンをそもそも知らない方がいるかもしれないんですけど、アラヒフの方はね、大抵の方はご存知かと思います。えー、どういったものであったかというと、字のごとくですね、ランキング方式で10位から1位まで、えー、当時流行ってた曲を紹介していて、紹介していって、えー、その歌手の方が生放送でその曲を歌う。 みたいな番組でしたけれども、まあ当時はかなり人気を博していたので、そこからの情報源を取っていた方というのが多いかと思います。えー、何しろ当時はですね、えー、1970年代から始まって、80年代が全盛、70年代、80年代がまあ前世紀だったと思うんですけど、まあかなり人気があって、まあ 私はその当時学生時代ですけれども、ほとんどの方が見ていたみたいな感じで、えー、になっていましたね。私はですね、歌謡曲みたいなものは、あまり幼少時代は興味がなくて、小学校3年くらいの時にピンクレディというのがまあ大流行していましたけれども、 その時も私はあんまり興味がなくてって感じだったんですけど、小学校5年になった時に、遠足に行った時にバスの中でね、そういう歌謡曲を歌う方が結構多くなってきて、そこからちょっと面白いなと思って興味を持って見ていたという感じで、その時に情報として捉えていたのがそのザ・ベストテンという番組でした。当時はね、テレビからの情報、 ラジオからの情報、雑誌からの情報、まあそんな程度でしたので、まあそういう感じで歌謡曲に触れていったということもありますし、まあだんだんね自分が思春期に入っていきましたので、そういう歌謡曲というのは、まあ男女のことを歌うみたいな歌が主流でしたから、 まあ、当時子供でしたけどそういうね思春期の、まあ、芽生えみたいなところで、えー、自分にはすごく、まあ、興味を持って見ることになって、えー、で時代も時代でそういうものがすごく流行った、えー、例えばですねその時に流行っていた曲というのはほとんどの方がまあ口ずさめたりですとか、えー、メロディーがかかったら 歌詞が思いい浮かぶぐらいそれぐらいですねもうヒッ,ヒットしてる曲っていうのは浸透していったその一役を担っていたのがそのザ・ベストテンという番組だったと思うんですよ、えー、それがだんだんですね歌番組が、まあ、私が大人になるに従って近代になるに従って減っていって、えー、どちらかというとバラエティに移行していって、えー、歌そのもの,ものよりもなんかその トークとかそういうところが視聴率が上がるみたいな感じになっていてだんだんね視聴率を追い求めるように今各番組がなっていくとだんだん歌番組も減ってきちゃったみたいなこともありましたけれども、まあ、その当時はね「ザ・ベストテン」って言ったら歌番組の王様みたいな感じはありましたね。えー、そのででもですね、まあ、色々な まあ当時子供ですけど、大人というか、歌手もキャラクターが今よりもなんか幅広かったような感じがしますね。演歌みたいな人もいましたし、まあアイドルも当然流行っていましたし、自分たちでね、今多いですけど、作詞作曲するような、当時はニューミュージックなんて呼ばれていましたけど、そういった人たちも出ていましたし、ちょうどね、私がそういう番組、まあ80年代、 から見始めたんですけど私の場合は小学校5年生ぐらいから見始めていたんですけども、だんだんね、フォークの時代から、えー、ロック的なものに変わっていった時代かなとも思うんですよね。その中で、えー、バンドブームみたいなものも起きていきましたし、えー、私がね、えー、よりちょっと前だとまだ、 四畳半フォークとかの時代だったと思うんですけど、そのあたりになるとね、私よりも少し、えー、お兄さん方、お姉さん方、えー、が中心だったと思うんですけど、私のところはですね、まあ、アイドル全盛ですね。えー、まあ、ジャニーズなんかもすごく賑わっていたのも、賑わっていたというか、 まあ確立したのもその時代じゃないかなと思うんですよね。私が小学校5年の時に田原敏彦さんみたいな、敏ちゃんみたいなのが出て、えー、小学校6年でマッチ、近藤正彦さん、えー、が出て、で、中学1年で渋垣隊が出て、みたいな感じで、まあそういった方向に、まあ女性アイドルとかもね、かなり賑やかに、えー、活躍していたのが80年代初頭かなと思いますね。えー、なのでですね、 まあかなりこの番組を私も毎週のように見ていて、学校のクラスの人たちもみんな見ていたみたいな感じですね。まだね、今ほどカラオケとかがない時代だったので、当時はカラオケというとね、スナックとかで、ね、4トラックカラオケっていうんですか、なんかそういうカセットテープ時代ですから、カセットテープというのもね、懐かしいですけどね。 えー、今、カセットテープ使ってる人いるんですかね。私もね、そういうデジタルの変換器もずっと見てきた経緯がありますから、時代背景的に。えー、カセットテープ、まあカセットテープはでもこ私の高校生ぐらいまであって、その後ね MD みたいのになって、えー、だんだんパソコンの方に行っていったというのもありますし、えー、っとですね、その頃で言うと、まあ、円盤も 今は CD とかですけど、私の時はですね、私が物心ついた時は LP という、まあ、アルバム、まあ10曲入りとかが多かったと思うんですけど、当時。えー、そ,そ,そしてシングルは EP って言って、まあドーナツ版なんて言われてる、一回り小さいものがあって、まあそういった時代を経てきて、CD になって、だんだんまあパソコンにそこもだんだんね、 なっていったのかなと思うんですけど LP は LP でなんかどれぐらいですかこの,このぐらいですかね <laughs> サイズ感が適当ですけどちょっとしたなんかジャケット自体もなんか物感がありましたねまあ芸術作品というわけではないのかもしれないですけどなんか飾ってるだけでなんか何て言うんですかね 飾ってるだけでなんかいい、いい置物になるというか、そんな感じがあって、だんだんそれがですね、CD になって、ちょっとちっちゃくなって、ジャケットの価値というか、それが薄れたかなという感じですかね。でですね、私がまあ高校生の時に、 えー、CD プレイヤーっていうのは、まあ、高校の入学以来に親に買ってもらったんですけど、その時はね、クラスにね、CD プレイヤーを持っているのが私だけだったという <laughs> ことがありましたね。まあ、その1年後ぐらいにどんどん普及していって、どんどん安い、廉価なものが出ていって、私が買ったものよりのなんか性能いいな、みたいな感じの CD プレイヤーが、えー、増えていったんですけども、うん、なのでね、 CD, CD に、レコードから CD に変わる時代というのを見ていって、だんだんデジタル化していったという、最初というか私がね、最初に、えー、触れたのが CD かなと思いますね、デジタル、デジタルということで言うと。 えなのでですね、私の買った時はちょっと高かったんですけど、まあ、入学以外で買ってもらえたということで、そんな感じで、えー、まあ、音楽がね、かなり身近にあったのかなという感じもしますけれども、えー、まあ、とにかくね、そのザ・ベスト10で歌を覚えてみたいなことがあって、えー、雑誌とかもね、アイドル雑誌みたいなの結構あって、近代映画ですとか、平凡ですとか、明星みたいなアイドル雑誌、 を買うと、なんか歌本がついていてね、えー、それを目当てで <laughs> 買ってたりしたこともありますけど、今でもね、ちょっと出せばあると思うんですけど、どっかに撮ってありますけれども、そういった感じで、まあ、面白い、面白いというか、あの、音楽が、まあ、かなり身近になっていて、えー、で、ね 今は見たくですね、なんか、細分化されてないんで、もうみんながこの歌知ってるみたいな感じが、まあ、それもちょっと面白かったな、みたいな感じがありました。えー、今はより細分化してね、自分好みのものを聴ける時代にはなったと思うんですけど、まあ、一体感という意味で言うと、その頃の方が、ザ・ベスト10を通してその頃の方があったような感じがします。皆さんはどのような感じですかね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。